選手、昨日は眠れました？ぐっすり寝れました。ぐっすり寝れました。じゃあ準備万端というような感じですか？そうですね。昨日もあの、まあ、ホテルで食事をとって、まあ、部屋帰って、すぐ寝ましたね、結構。11、12時ぐらいに寝てたんじゃないですかね。どうしたの？ドラゴンズか。どうすか？素材丸っす。素材丸。素材丸。めちゃくちゃ着やすい。あ、本当ですか。軽いし。うん。え、ガチガチでどう？まあ、すいません。ちょっと見慣れないです。見慣れ？そうやな。背番号6というところにも、うん、少し思い入れがあったりって。そうですね、やっぱりプロ野球の世界入って、10年以上つけてた番号ですし、個人的にはやっぱり一番好きな番号なので、またこうやって、まあ、6番をね、背負うことができて、まあ、そこに関しては本当にすごく嬉しく思いますね、はい。あの新天地でのスタートですけど、はい、改めてどういう意気込みを持ってやってくれますか？そうですね、まあ、一番は本当に、怪我をしないようにということと、あとは本当選手とたくさん会話して、まあ、意思疎通した上で、切磋琢磨してやっていけたらいいなと思いますし、まあ、僕も本気で一からのスタートだと思ってますし、最終的なレギュラーはね、奪い合いだと思っているので、チームメイトとはいえ、まずはね、ライバルは味方からだと思うので、まあ、隙を見せないようにしっかりと勝ち取りに行く準備をしたいなというふうに思います。小さいこれサイズ初日そうそうサイズミス、自分でもまだ見慣れへんねんな自分の視覚から入ってくる。そうそう、自分の視覚でしかもなんかズボンパッチパチやしキンキン出たジャイアンツか、ジャイアンツの時に着てたサイズ、多分こういう丈の長さとかもだと思うんだけど、こんなピチピチやった。まあちょっとまあ今ね、実写帰りだからちょっと体が張ってるのもあるかもしれないですけど、